塚本寅次は、キリスト教無教会主義の伝道者、新約聖書研究家。1885年8月2日、弁護士、単行経営者であった塚本宇三郎の8人兄弟の次男として、福岡県朝倉郡区木宮村に生まれる。家は代々商屋を務めた旧家で仏教を信仰していた、福岡県立中学修有館に入学。中学時代に、 キリスト教の集会に出席したが、井上哲次郎や中江町民の国粹思想を武器にして、キリスト教に反対する気持ちを抱いていたと思い出の中で述べている。1904年第一高等学校に入学し、ドイツ語の岩本貞教授のヒルティ講読に感銘を受け、キリスト教に対する考えが変わった。東京帝国大学に進学し、内村肝臓の聖書の研究を読んで、 強い影響を受けた。在学中の1909年に内村鑑三の柏木聖書研究会に入門している。3年生、22歳の時にキリスト教徒になることを決意した。しかし教会に縁故がなかったため、聖公会の監督、A.B. ハッチンソンに受払いを依頼したが、ハッチンソンがイギリスに帰国したため果たせなかった。あとに、 零点否定を主張した塚本だが洗礼を受けようとしたこと、またその後10年間は受選のことが頭から離れなかったというほど、この時は零点を重要視していた。1911年、東京帝国大学法科大学読法科を卒業。1911年、高等文官試験業政果に合格し、農商務省に入省。 三時間まで昇進するも19、1919年、退官して、聖書研究に専念する。1923年、ドイツ留学の準備が整った矢先、関東大震災により妻、その子を亡くし、神は愛なりの啓示を受け、ドイツ留学を中止し、内村の助手として、伝道に加わる。内村の元へ通ったが、霊天の問題で、意見の相違を見た。 塚本の立場は、無教会主義者の信仰のみ、福音のみからさらに進み、洗礼や生産式なども排除して、無儀式のキリスト教にしようというものだった。内村の無教会主義を徹底し、内村から独立、東京聖書知識普及会を主催。1930年、雑誌、聖書知識を創刊し、同年には東京聖書研究会を開始する。 1931年から新約聖書の交互訳に着手し、1944年に完成している。塚本は聖書の一人も滅びることがなくの言葉に重点を置いて、一部旧済説を否定し万民旧済説を施行した。1973年に死去した。ありがとうございます。